ちょっと雪に打たれながら帰ってきたので、ちょっとびしゃびしゃでボソボソなんですけど、今回はホットみかんを作っていきます。結構ね、ホットみかんまずそうって思う人もいると思うんですけど、私も最初聞いた時えって思ったんですけど、やってみたらめっちゃ美味しくて、冬に食べたいなって思うみかんだったので、ぜひ紹介します。私は美味しいと思ったんですけど、個人差があるので、美味しいなって思う方とか試してみたいなって思う方は参考にしてください。ちなみにめっちゃ簡単です。作るっていう感じはないくらい簡単なんですけど、電子レンジにみかんを入れて20秒ぐらいですかね。今回2つなんで30秒にしますが、あんまり熱すぎない方が絶対いいので、だいたい目安は20秒で、2つやったら30秒なんですけど、こちらもお好みでやっていただいたらと思います。では待ちます。こんな感じです。できたので取り出します。っていう感じじゃなくて、30秒あってもあったかいなくらい、カイロみたいな感じです。では早速一つ食べてみます。いただきます。うん、あったかいって感じで、みかんの甘さは全然消えなくて、ただあったかくて、なんていうかな、味は全然変わらないんですけど、ホットレモンのみかんバージョンみたいな感じです。ちょっと言葉には表せないので、やってみてね。みかん好きは好きだと思います。